ただいまというわけでですね、いよいよ我が家に帰ってきました、昨日。帰ってきた。はい。ガズの、春のガズ旅、思い立ってね、うん、ハニー、マイハニー、梢さんの一言、手島行ってみたいな、ガズさんにね、あの景色見てほしいっていう一言から始まって、はい、じゃあ行こうじゃないか、じゃあいつ行くんですか、今でしょうということで、5日間だったと思うんだよね。うん、はい。21日に出発して、それこそ春分の日でね、21、22、23、24、25に帰ってきて、今日26だから、うん、本当はだからね、帰ってくるのちょっと大変かなと思って、今日は帰ってくるかなとか思ってたんですけど、うん、まあもう見ていただいたら分かる。皆さん見てくれました？ガズ旅の今回のね、名古屋、神戸、手島、小豆島の、まあ、動画なんですけど、毎日ね、移動時間編集して、ね、なんとかアップロードできたということでね、はい、今日もあの午前中には おまけというか、あれね、ビーチでガズラジのやつをやってもらったんですけど、うん、あれはね、僕らも昨日見返しててですね、うん、本当にいい動画になったなと、ね、ほっこりしておるところでございますけど、うん、そして今日はですね、今、ただいまのこのご挨拶をさせていただいているわけですけども、うん、このね、帰ってきたよということと、あともう一個、めちゃくちゃいい、告知をさせていただきたい。いい告知っていうのは何かというと、来週のちょうど土曜日になるのかな、うん、来週っていうのは土曜日、4月って、次の土曜日、そうね、次の土曜日、はい、4月1日です、うん。エイプリルフールじゃないですよ。嘘じゃないですからね。いやいや、そう、4月1日に、ガズレレ YouTube、春祭り、桜祭りを YouTube ライブ配信で、どなたでも参加できる感じでやってみようかなと思います。それやっぱ春っつったらやっぱ名曲いっぱいあるじゃないですか。そうだね、今回の春のガズ旅行ってる間も、うん、もう毎日毎日ね、うん、春の名曲を僕は差し込んでいって皆さんね、うん、弾いていただけるかなと思ってシェアしていったんですけど、たくさんある春の名曲たちをですね、オンラインライブ配信でですね、うん、皆さんと一緒に弾くっていうか、まあ、どんどんガズがね、弾いていって、楽しい時間を。そうそう、もうちょっとお花見を過ぎちゃった地域も多いかもしれないんですけど、ね、まあ、心のお花見をしましょうということでね、うん、私たちが住んでる南信州は多分そのぐらいがちょうどいいのかなって感じが、ね、まあ、結構今はすごいですね、今日すごい寒いの、うん、なんで皆さんちょっと今一度、予定の確認、4月1日の16時、夕方16時からガズレレ桜春祭りオンライン YouTube ライブ配信で開催します。どなたでも参加できますからね。はい。そしてなんともう一つおまけにお知らせがあってですね、今日の午前中の動画にあげた、手島のビーチで歌ってた、ガズが歌ってた、歩くという、ガズのオリジナルソングのミュージックビデオをですね、うん、そのライブ配信中に別の動画として、すごい、すごいね、ハイブリッドの配信をしようと思います。なんだっけ、みんなで一緒に見れるプレミア公開っていうのをやろうと思ってですね。なんで、そのプレミア公開してる間も、ずっとライブ配信を繋いどいて、そういうちょっと実験的なことをやってみようと思ってます。ということで、多分プレミア配信は、16時半から、歩くのミュージックビデオを公開して、なんで16時からガズレレ桜祭りが始まって、PV はまあ6分とかぐらいで終わってしまうんですけど、その間またそこでみんなでチャットで、まあちょっと一緒に見て、すごいいいビデオになってるんで、これがいいビデオになってるんですよ。ちょっとガズさんたちも超感動してるんですよ。アニメーション作品ですね。はい。ちょっとね、ここになんていうのか、雰囲気。出てますけど、ちょい出し映像はね、こんな感じで出てるんですけど、これのフルバージョンが公開ということで、それをやっていきたいなと思います。まあ、どっちにしてもですね、その、春祭りのガズレレライブ配信のところでご案内をすると思いますんで、うん、まあ、まずは1個目のね、皆さんのご準備としてはですね、ウクレレ持って、パソコンとかスマホの前にですね、4月1日16時にスタンバっといてください。ガズレレ春祭り YouTube ライブ配信。このお知らせ。いいでしょ、春だからやっちゃいますね。その時はもちろん花火ですからね、ちょっと一杯いただきながら、ね、やらせていただきたいと思いますけどね。はい、よろしくお願いします、はい。そしてママ、これはいつものお知らせになるんですけど、今ガズ G ラボ、ガズレレ G ラボのウクレレたちが、うん、販売と予約大好評受付中でございます。いつもガズが使っているウクレレなんで、皆さんね、なんとなく雰囲気分かっていただけると思うんですけど、うん、今回も旅に行ってさ、うん、やっぱウクレレがいいなということなんですけど、ね、薄レレとかいいですよ、うんうん、コンパクトで、ほんでいい音もしてくれて、うん、荷物もね、そんな、まあ、薄い分ね、そんなかさばらないし、全然違うよね、うん、
ぜひ、ガズレール公式ホームページチェックしてください。概要欄に、リンク貼ってますからね。あと、こっちも重ね重ねですけど、2023年はガズレールセンターの10周年ということで、もうね、何回もお知らせさせていただいてるんですけど、東京、名古屋、大阪、5月に、ライブパフォーマンスをやろうということをお知らせしたところ、ソールドアウトになっていただいて、本当に皆さん、マジ感謝ということで、はい。それを受けて、追加公演決定してますからね、5月の14日、17時からの夕方の部という追加公演、概要欄にこっちもご案内しておきますんで、10周年記念イベントはいろんなことを考えてますからね、めちゃくちゃ楽しいことになると思います。うん、はい、そういうわけでね、今日のお知らせは、ただいまー春のラズ旅から戻ってきたぜというお知らせと、4月1日、ガズレレ桜花春祭りオンラインライブ配信をやるぜ !16 時からだぞというお知らせと、ウクレレ販売のお知らせと、そんなことでございましたということで、まあ寒いね。寒い。瀬戸内海から帰ってきたらすげえ寒いんですよ。なんか雨も。やっぱね違うよね。違う。気持ちね。違うんですよ、うん。まあでもそういうこともね、まあ僕もちょっと今回の旅でやっぱり瀬戸内海の旅でやっぱりね、すごいいろいろなんか得たものが多かったなというふうに思って、うん、まあこの旅もね、今日のガズラジでも朝ねガズラジでもお伝えさせてもらったけれども、うん、これができるっていうのもね、まあ皆さんのまあおかげっていうのもすごく大きいというかですね、本当に感謝をしておりますということでございます。うん、はい、そういうわけで、今週もモリモリ、今週からもう通常モードに突入してレッスン動画もモリモリ公開していくぜということでございますんで、はい、ガズ春のガズ旅、皆さんお付き合いいただいて一緒に旅に行ったような気分になってくれたら。うん、すごい嬉しいんですけど ね、僕たちもあね自分らの動画見てね、なんかもうなんかまたねまったりしてね行こうかなと思いますので、はい、のんびりウクレレ弾いて春満載の中、過ごしていきましょうということで、うん、はい、それではごきげんよう、バイバーイ。